どうしようかな。早く伸びてー。天真爛漫、奇抜、ビッグマウス。初防衛戦にもかかわらず、小積直隆の自信はとどまるところを知らない。試合は本当練習のつもりで、いろいろ試したいことを試して、試しながら、みんなが見て分かる強さ、はい、見て分からない強さじゃなくて、見て分かる強さがテーマですね。対する日本ミドル級1位、堀内実は、これが27戦目となるベテラン。小積君が知らないプロのテレビに、知らないことっていうのを、自分はあると思ってるので、それにかけたいです。さあ、日本ミドル級タイトルマッチ、選手がコールされます。ミドル級タイトルマッチ10回戦を行います。赤コーナー、日本ミドル級チャンピオン、160パンの米倉ジム所属、小積直隆。去年4月にチャンピオンになって、今日が初防衛戦です。戦うごとにその能力の高さを見せつけているチャンピオンです。挑戦者、日本ミドル級1位、160パンのサイダージム所属、小積とどつき合いをしたい。ミドル級にクラスを上げた元日本ウェルター級チャンピオン、10年間の集大成、この試合で区切りをつける決意です。 KO 率は9割を誇ります。さあ、解説は元世界チャンピオンのお二人です。まずは沼田義明さんです。今日の予想はどうでしょう。今日の予想はですね、まあ、力関係を言いますとですね、やはりその力関係とどうしてもですね、まあ、勢いのある小積でしょうね。ただその堀内も前半やはりその勝負かけてきますから、前半はそのガードしっかりしてですね、気を抜かないそのボクシングをするってことでしょうね。はい、大橋さん、はい、最近のチャンピオンの穂積評価上がってますが。そうですね、やはり前回の試合でもこのダウンをしてからその終盤頑張って逆転強しましたよね。そういったところへ の精神力っていうのがかなりそのいい精神力になってますよね。そうですね。さあ、どつき合いになるのかどうか、ミドル級のタイトルマッチ始まりました。片手でグローブを合わせました両者です。赤いトランクスがチャンピオンの穂積直隆、黒いトランクスが堀内実です。軽く左をまずは出していく穂積、左から右と持っていきました。まだ堀内は動きを見せていません。左を帯になった。その後を堀内が叩きます。チャンピオンの穂積は早い回の KO もあり得るというふうにビッグマウスも大橋さん戻ってきてるんですがね。やはりその前回の試合の自信からこのビッグマウスもね戻ってきましたね。なるほどね。どうですかこの最初の動き、先に手を出してジャブを当ててますが、あの左のジャブが非常にスピードありますよね、やはりこのスピードといったらあの堀内の小積の方が圧倒してると思うんで、はい、このスピードを主体にね攻撃していけば楽にペースつかめると思いますね。はい、また逆に堀内の方はこのスピード負けてますから、このカウンター戦法で来てますよね。はい、堀内が力いっぱい振り回してきます。これが堀内です。さあ、ロープに追い詰めて左右と、これが堀内ですね、皆さんね。まあそうですよね、まあ、もう完全にその前半勝負ということで、ただですね、まあ、あの穂積がですねスピードも確かその総合的にその上回ったものあると思いますけども、まあ、あの穂積がその打った後ですね、打った後その反撃ね、するボクシングですね。そうですね、こういうボクシングとの決戦と思いますね。なるほど、まあ、穂積は打った後どうしても大振りになってバランスを崩す場面が多いですから、ガードの甘さもありますからね。なるほど、その辺をついていこうというようなその作戦でしょうね。ただ序盤から動きがあります。もう会場内は大いに盛り上がっているという今日の日本ミドル級タイトルマッチです。あ、本当ですね、穂積が打った後狙ってますね、堀内は。もう倒すチャンス、勝つチャンスはそれしかないですかね、堀内は。なるほど、はい、このカウンター戦法ですね。なるほど、ガードはしっかり上げてます。なかなか穂積のパンチは当たりません。今いい左アッパー、いいの当たりましたね。はい、左から右を持っていきました堀内です。
やはりちょっと2階級下なんでこのパンチ力はどうかと思ったんですけども、今見る限りでは十分ミドル級でも通用するパンチ持ってますね。なるほどね、まあ、KO 率は9割ですがそのほとんどはウェルター級での KO ということで、まあ、ここ3試合去年試合に戻ってきてここ3試合ミドル級でやってるんですがどうなんでしょうか。この数字通り受け取っていいパンチ力なのか。まあ、堀内もちょっとその簡単に見ますと太めですけども ね、ただそのしっかりした、ね、打ち方、はい、もう少しのスピードが、ね、ないと思ったんですけど、うん、思った以上にそのありますよね、うん、さあそうですね、ホズミの打ち終わりに左フックを盛んに狙ってますね、はい、この挑戦者の堀内君は、はい、ホズミとしてもなかなか手が出しにくくなるのかどうかどうか、まあ、この辺りはジャブをしっかりとガードを高くして避けている堀内です。お互いの戦法がくっきりと出た第1ラウンド。さあボディから顔面右アッパー。さあホズミは来い来いと言っています。腕を回しました。このぐらいのパンチは大丈夫ということなのか。手を上げたのはホズミです。ゆっくりと戻ったのは堀内です。第1ラウンド終了です。今なったんですが、ただ初めの初めは偶然のバッティングと裁定されまして、結局1週間後異例の逆転裁定とごたごたがあったチャンピオンなんですね。このあたりで本当の喜びはまだ味わったことがない、今日味わいたいと話すチャレンジャーの堀内。さあ一方のチャンピオンの穂積は今日が初防衛戦、左から右へ持っていきました。ちょっと大振りでしょうか。ガードの上からはなかなか当たらない感じです。あの穂積、はい、あのあんまりパンチ空振りとかミスパンチが多すぎますと、あのやはりベテランですから、はい、その辺地方に入ると非常に強いところがあるんですよね、堀内君は。だからホズミその空振りっていうのはちょっと気をつけたいですね。そうですね、まあ、そうですね、あの、まあ、堀内ですけどもその冷静にですね、はい、ガードしっかりして、はい、よくその相手の手の出し方よく見ていますから、うん、ただその堀ホズミですけども、はい、その打った後ねそのバランスガードしっかりしないと、はい、危ない場面も出てくるんじゃないかなっていうのはね、はい、そこが一番心配ですね。心配ですね。大久保さん、はい、青コーナーなんですが、はい、やっぱりその堀内に関してですね、大振りしすぎるためにやっぱバランスが出る、ここを気をつけていかなきゃいけないっていうあの会長がおっしゃってましたね。はいはい、さあ左穂積のパンチが当たって、はいどうぞ。赤コーナーなんですが、はい、距離は穂積の距離だということで、作戦通りいっているということです。なるほど、距離は穂積の距離ですか。大橋さんやっぱりこの距離は、この左をついてるときはこの距離の距離ですね、はい、北島みたいにこの右のボールで打ってこの接近戦だったときに打ち割りにこう左フックですか。なるほど、この距離というのはこのチャレンジャーの距離ですね。はい、はい、本当に穂積が手を出した後しっかり狙っています。逆に言えばそこしか狙わないといった感じの堀内。まあそうですね、あの穂積のね、距離で戦ってますけども、逆に言うとその堀内の距離でもあるわけですよ、なぜかと言いますとですね、じっくりその構えて無駄な動きもなくて、そうですね、相手が攻めてくるところですね、逆にそのカウンターですね、特にその左フック、はい、右を狙ってますからね、穂積としてはなんで攻めてこないんだという感じで攻撃を続けている。左のジャブを送っています。いやもう堀内は自分から、ね、攻めないですよ、はい、もう攻めていかないですよ。攻めていくとその逆に倒される率の方が高くなります。はい、堀内の左です。ちょっと本当にガードが低いんでね、はい、その辺がちょっと心配ですね、逆にこの挑戦者でもこの疲れないように疲れないようにこのベテランらしい戦い方ですね。本当にはこれに、まあ、乗ると言いますか、相手の作戦に乗ってるような気もするんですかね、大橋さん。まあそうですね、まあ、これ以上もっと攻撃のテンポ早めて、もうカウンターのタイミング取れないような、はい、あのハイテンポで攻めた方がいいですね。もっともっとスピード、はい、あ左から右です。でもここ何発か入ってますからね、はい、右がね、右に入りました。いい攻めでしょ、今。いいですね、ホズミの右アッパー。ちょっと聞いたかな。はい、第2ラウンドが終了です。ホズミは第1ラウンドから第2ラウンド手を上げて観客にアピールしています。右チャンピオン穂積です。笑顔もこぼれております。そして左チャレンジャー堀内。馬さん、ここまでお互いに自分たちのいいところ出しているような気がするんですが、まあ、出してますよね、うん、特にその穂積ですけども、笑顔が出てきたということは、その時余裕も出てきたということは、その相手のパンチもしっかり見えるようになったんでしょうね、ただお互いに作戦通りなのか。ベテランの堀内もベテランらしい戦いぶりをここまで見せています。試合は第4ラウンドです。大橋さん、はい、まあ、ラウンド間の穂積のあの笑顔はどう理解しますか。大橋さんは、まあ、余裕ですかやっぱり、まあ、やはりその不安なスタミナ面もないんじゃないでしょうかね、この豊富な練習量から
なるほど、もう自信ですよね、はい。まあ、以前はですね、後半になると大丈夫かなという話もあった穂積ですが、ちょっと下がっています。堀内がいいパンチを入れて前に出てきました。しかし回、おっとボディーだ、堀内ボディー、穂積もボディーです。堀内のパンチは壊しています。さあ、穂積左、相手がなかなか出てこないんでじれる部分はあるかもしれません。アッパーです、堀内のアッパー。この挑戦者の堀内君もこの自分の持ち味っていうのは出してますよね、はい。あーっと左アッパーを突き上げました。一発狙っています。穂積は左のアッパー、ボディーアッパー、いい形で決まった。穂積はこの左のボディーアッパー、前回も相手を倒しましたが、いいパンチです。そして右アッパー、顎を捉えました。しかし堀内も左フック、まあ、保存ですけども攻撃面ね、はい、うまくその組み立てていますから、はい、右フです。右あまり気を抜いてですね、一発パンチはその気をつけなきゃいけないですからね、はい、笑いながら戦ってますね。そうですね、これはどう理解するのか、戦うことが楽しいのか。しかし、あの堀内の左フックですね、保住が打った後、先ほどまでは保住に当たってたんですが、保住しっかり避けるようになってきましたね。まあ、そうですね、まあ、それだけそのスピードの差も違うし、うまくその保住の方がその組み立ててますよね、攻撃面。なるほど。さあ、ここに来て、堀内の作戦をある程度読めてきたか、穂積です。もうこの辺でね、はい、相手がその例えば左フックなら右フック、何のパンチを打ってくるかということを、はい、大体想定して攻撃してますからね、まあ、いいんじゃないですか。はい、右のストレートもかわしました。顎を狙えよという感じだ。さあ、穂積余裕があります。ただこれが余裕がありすぎる、油断になったら大変ですが、大丈夫でしょうか。一発があります、堀内です。 KO 率は9割です。一方の穂積は KO 率7割4分、それでも高いんですが、9割という異常な KO 率を誇る堀内。左左と堀内もジャブを入れるようになってきました。第4ラウンド20秒切ります。おっと、右の相打ちは堀内が当たった。今堀内のがいいパンチでしたね。はい、また右から左アッパー、穂積も左を返しました。そこまで左、ちょっと打ち合いの様相を呈してきた。堀内は穂積とどつき合いをしたいと話していましたが、その様相を呈してきました。第4ラウンド終了です。優勝のチャンピオン、そしてこちらチャレンジャーベテラン32歳堀内実。ここまでは作戦通りなのかどうなのか、ただ少しスピードが落ちてきたようにも見えます。試合は後半に入っていきます。第6ラウンドです。穂積、これまでは後半に入ってくるとどうしても話題がスタミナ心配だという話が出てきたんですが、大橋さん、はい、もう大丈夫ですね、スタミナはね。そうですね、まあ、逆にスタミナという点では、はい、挑戦者の堀内君の方が心配なんじゃないでしょうかね、はいはい。ただこのラウンド堀内かなり細かく手出してますね。左左で出していきます。ちょっと戦法を変えてきました。そうですね、この軽いパンチで、はい、手数で勝負かけてましたね。そうですね、はい、最初は守って守って相手が打った後一発を狙っていた堀内ですが、この第6ラウンドに入ってちょっと戦法を変えてきました。まあ、あの戦法を変えてるというかですね、穂積がその手を休めたところをね、攻撃していくだけですからね。あ、なるほど、大久保さん、はい、その青コーナーなんですが、まあ、こちらからのアドバイス、作戦としては一貫して上体を押して中に入って下から上のパンチでプレッシャーをかけていけということなんですが、まあ、なかなかパンチが決まらないことがあって、まあ、それは穂積のプレッシャーもあると思うんですけども、まあ、堀内サイドから今度はガン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 プレッシャーをかけていけというアドバイスを飛んでいました。なるほどね、やはり少し自分からも出ていこうという感じ、チャレンジャーの堀内です。まあ、そのためには堀内はですね、やはりそのジワジワもその前に出なきゃね、前に出てですね、ホズミそのプレッシャーかけなかったらですね、はい、試合の流れは変わらないわけですよね。特にチャレンジャーなわけですから、チャンピオンのを受けているだけではというのはあるかもしれません。左をついていきます、チャレンジャーの堀内。しかし右は空を切りました。ホズミはしっかりと見えています。大熊さん、はい、赤コーナーですが、堀内選手が中に入れないのはやはりジャブを意識的に打ってるからだと思います。うん、なるほど、はい、まあ、ジャブを意識的に、おっと左、堀内の左です。でもこの回堀内君は、はい、いい攻撃ミスですね。そうですよね、さあボディです、ホズミ。さあ左飛び込んでいきました。さあこのラウンドはちょっと堀内が
出てくるようになりました。自分から先に打っていくようになりましたが、ここは穂積のパンチがコンビネーションで決まっています。ボディから顔面、そして右ストレートは顔面を耐えている。さあ堀内は左、堀内もちょっと疲れてきたのか、打った後ですね、自分が打った後そのガードが下がるところですね、まああの穂積としてはその右ストレートですね、はい、顔面くるヒットさせることができればですね、ひょっとしたらそのダウンをね与えるんじゃないかなと思いますけどね。ありますね。そうですね、どうも先ほどまではしっかりとガードしていたんですが、そのガードも少し崩れてきたですね、甘くなってきた感じの堀内です。穂積は左から右、スピードが違います。この辺りはちょっとついていかれない、ね、そうですね、穂積がさあ左を持っていきました。しかしどうでしょう、このラウンドも堀内が積極的にいきました。あっと左から右、最後はいいパンチが当たりました堀内。さあ後半に入って自分から出ていくようになったチャレンジャーの堀内、この後どんな展開見せるんでしょうか。元日本ウェルター級チャンピオンの堀内実です。ただチャンピオンになった時は最低の問題でごたごたもありました。それを乗り越えてという今日のミドル級のタイトルマッチです。先ほどのラウンドはかなり出ていくようになりました。この後違う展開を見せるんでしょうか堀内です。まあ、とにかく前ウェルター級チャンピオンになった時はごたごたがあって、結局チャンピオンのコール手を挙げてもらったのはボクシングコミッションの事務所、誰もファンのいないところで挙げてもらった。1週間後に裁定が下ったということで非常に寂しい思いだったと。本当そうですね、寂しかったと思いますよね、それでまたすぐ 次に負けてしまいましたからね。そうですね、一番本人が悔しいと思いますよね。ただそれでちょっと大好きだったボクシングが嫌いになって一時ボクシングを離れておりました。ただ去年戻ってきて、そして強いチャンピオンがいるミドル級に上げてということで、この穂積とは本当に戦いたかったようですね。さあ左から右です。取材に行きましても嬉しそうに穂積と戦えることを話しておりました。さあ左から右、パー、さあ一発で流れを変えるパンチは持っている堀内、左から右。まあ穂積も前半から飛ばしすぎて、はい、スタミナね、ちょっとギリしたのかなっていうね感じはありますか。ありますあります。さあ穂積の手を出します。しかし力強いのは堀内のパンチか。大久保さん、はい、こちらからですね、穂積休んでる間休ませてるのはとにかく手を出していけとアドバイスを取りました。はい、さあ右を持っていきました。なるほど、堀内サイドはちょっと穂積が休んでくるんじゃないかということなんでしょうかね。今穂積の左に合わせて、はい、すごいいいタイミングで右クロスを、ね、打ちましたね、はい、この右クロスが当たると、はい、穂積の左止まりますからね、はいはい、左から右を追っていきますが当たりません堀内。さあ左から右と、速いパンチ、細かいパンチを持っていきます穂積です。まあ、堀内もその大、はい、足がね、あれはもっと攻撃に結びつくんですけども、なるほど、まあ、ちょっとその穂積がその 動かれると、はい、もうお互いのような状態ですからね。そうですね、逆に言えば穂積がもっともっと足を使えば堀内としてはなかなか決め手がなくなるかもしれません。いや、ボクシングならないですよ。ならないですよ。あ、なるほど、左から右、そして左を持っていきます。穂積が引っ掛けていって初めてそのボクシングになってるんですから、試合になってるんですから、ただ大橋さんの先ほどの言葉にもありましたけども、穂積としても上を考えてのこの初防衛戦ということで、本人はとにかく強さがみんなに分かる試合にしたいと、いつもは自分の考えている強さを少しずつ出してるんだけども、それは理解されていないと、今日はみんなが分かる強さをこの試合で見せますよというようなビッグマウスも飛び出ておりました。ああ、みんなが分かる強さというのはやはり KO 勝ちっていうことですからね、はい、そうですよね、堀内のパンチ堀内の右が簡単だったんですね、はい、ちょっと穂積聞きましたね。バランスが悪くガードとバランス悪くなっちゃうんですね。穂積がちょっと動きが鈍くなってきました、大丈夫か、まあ、この辺で、もう少しの気を引き締めないといけないですね、はい、ちょっとガードが、ガード引くのは気になりますね。そうですね、完全に下げています穂積、左から右を持っていきました。おっと左が飛んできた、右のボディを打ちました穂積、今度は左、堀内を狙っています、狙っています。第7ラウンドが終了しました。穂積ちょっといいのをもらってヒヤッとしました。第7ラウンドです。32歳、堀内実、10年会の集大成です。この試合で区切りをつける決意、この後の右がいい形でカウンターになりました。ちょっと穂積も足が止まったというか手が止まったというか、まあ、そうですね、まあ、堀内の打ち方もバランス崩したところの打ち方ですから、効くようなパンチはなかったですけどね。さあ試合は第8ラウンド終盤に入っていきます。
大橋さん、はい、この後の穂積の戦い方どうでしょうか。そうですね、やはりこの上を目指すならば、はい、もっとこのハイテンポにね、うん、もう堀内がこのもうカウンター狙い好きないぐらいな攻撃を仕上げて、はいはい、もう勝負かけてもらいたい感じしますよね。ただどうでしょうか。で逆に堀内君のがこの年齢的にも、はい、この終盤スタミナ切れるかと思ったんですけども、はい、まあ多分作戦だったと思うんですけども、この穂積のパンチをうまくブロックして、うまく穂積を疲れさせましたよね。なるほど、その辺は作戦成功していると思いますよ。まだこの後一発狙っている堀内、やはりちょっと穂積は打ち疲れありますかね、沼さんね。もちろんね、ちょっとそのガードバランスがですね、ちょっとバラバラになってきたんですよね。そういったところは見られます。はい、まあ、あとその気持ち的に負けないように、まあ、あと3ラウンドですか、このラウンド入れてですから、はい、まあ、おそらく穂積の頭の中では前半から中盤までね、はい、倒すチャンスがあれば一気に行こうというものはあったんですけども、まあ、あと3ラウンドということで、はい、まあ、無難なその判定まで持っていくようなそのボクシング切り替えてきますよね。はい、さあ左、しかし思いっきり持っていっている。やはり誰もが見て強いと分かるような試合にすると穂積は話していました。大熊さん、はい、赤コーナーチャンピオンサイドなんですが、スタミナに対しては問題ないと言っています。どうぞ。はい、あとガードが下がっていることについては、集中力が少し切れているかもしれないので、そこが一番心配という話しておりました。なるほど、集中力がですか。穂積が打った後うまく堀内が入れたところが見られました。堀内は集中力は全く切れていない感じです。しっかりと相手のパンチを見て、相手が打ってきた後いいパンチを入れました。さあ、しかし穂積は軽くポンポンとワンツーと持っていく。そして足を使う。スピードはまだ堀内に勝っています。大熊さん、はい、青コーナーはですね、まあ、非常にセコンドもものすごい熱気なんですが、まあ、とにかくあとは強引さでいけと、ひときわ会長が怒鳴りつけるようにして声を飛ばしていました。強引さ、堀内の持ち味でもありますが、その強引さをベテランとしてここで出せるかどうか。まあ、もう少しね、はい、堀内が踏み込んでその攻撃できるようなボクシングすればですね、はい、もっとその穂積を苦しめることができますけどね。今右を持っていきました、ガードの上からでした。今度は右がちょっとかすった感じ。左フック、顔面を捉えました堀内。いや、この左フックも効いてないですよ。穂積がその左ラッパを打つとこね、はい、右のガード甘いところ、その、はい、逆に今穂積のパンチが効きましたよ。はい、顔面を捉えました。さあ、ぶつき合い、打ち合いです。打ち合いですね。はい、どっちが勝ったか。さあ、堀内は顔面に持っていく。穂積左、ここで第8ラウンド終了。まさにドッキ合いでした。さあ、ヒートアップしてきました日本ミドル級のタイトルマッチです。右チャンピオン穂積、左チャレンジャーの堀内。チャンピオンの意地が、そしてベテランのチャレンジャーの意地がぶつかり合っているこのタイトルマッチです。残すラウンドは2つになりました。先ほどの第8ラウンドもバチバチの打ち合いになりました。この9ラウンドはどうでしょうか。まあ、第8ラウンドはこの両方ともこのいいパンチがね、はい、ダメージ与えるパンチ入りましたよね。このクラスですから、本当にしっかり入るとダウンというのも考えられます。まあ、そのままね、試合が終わっちゃう可能性もありますからね。さあ、左左と軽くジャブを入れます。しかしガードはほとんどしていない穂積です。大丈夫でしょうか。そしてここまで来ると、もしかしたら判定ということも頭に、2人の頭にあるかもしれません。放送席の採点ではわずかに穂積リードということなんですが、ジャッジはどう判断しているのか分かりません。いいですね、この左使ってですね、はい、あとその動きを止まらないということですね。打った後やはりその穂積割れつけて止まるところ、その堀内が攻撃してきますから、常にその角度を変えたボクシングですよね。もう打った後は前にいないようなボクシングですね。そういうことです、はい。このラウンドは穂積のジャブジャブという感じ。そして右フック、顔面を捉えています。また右フック、その後に左フックを合わせてきました堀内。当たりません。しかし堀内、その今日はガードを高くしてブロックというのは非常にいいブロックしますよね。はい、さあ左です。ただ今のも接客に当たったのかなという感じですね。ちょっとそのパンチが浅いですね。はい、まあ、一発当たるごとにですね、両陣営から大きな声援が飛びますんで、いいパンチが当たったのかという感じですが、冷静に見るとというところもあります。右フックです、穂積。また右フック。
今度は左フック。このラウンド手数では完全にホズミが上回っている。右ストレート、あー、左から右打った後ですね、ガード甘くなったところですね、内前に出てくる、ちょっと効きましたかね、やはりこの打ち終わって、はい、このスタミナ切れた時にパンチもらうと非常にダメージ受けるんですよね、はい、なるほど、今のいい左から右が穂積乱を捉えましたからね。そうですね、はい、今度は左右、はい、ボディ、さあちょっとここで穂積がパンチをもらっている。ガードがほとんど上がっていません。穂積右ボディです。もともとガードの下がった選手ですから、打った後ですね、角度変えなきゃいけないですね。なるほどね、ガードではなくて、正面にいますからね、堀内の。なるほど。ですこのラウンド、穂積の手数の方が圧倒してるんですけども、有効だっていう点では、この挑戦者のがいいパンチを当ててますね。なるほど、この辺りでどういう判定になるかも分かりません。微妙な感じになってくるかもしれません。前半は、今日は完全に穂積のペースでした。しかし、中盤から、後半にかけて少し出てきた堀内、穂積の疲れもありました。少し流れが変わってきた感じ。さあ第9ラウンドも10秒を切りました。穂積左から右、手数は出ますが、あっと左、堀内の左です。ここで第9ラウンド終了です。さあ逆に胸を張ってコーナーに戻ってきたのは堀内です。第9ラウンド終了です。ベテランチャレンジャー最多ジムの堀内実、いよいよ最終ラウンドに向かいます。この試合で区切りをつける決意だというふうに話しておりました。かけている一戦です。第9ラウンド、いいパンチが一つが入りました。まあ、効いてるようなパンチはないわけですけどね。ただそのちょっとその表情が疲れちゃってるわけですよね。そんな感じですね。先ほども第9ラウンドが終わってコーナーに戻るときにちょっとこう肩が下がっている感じがしました穂積です。前半は非常にいい攻撃を見せた穂積です。さあ最終ラウンド、また気持ちを切り替えてというチャンピオン。とにかく今日が初防衛戦、およそチャンピオンになって1年で迎えた初防衛。ボディこの左アッパー良かったですよ、はい、堀内のボディです。ちょっと穂積が止まった、穂積が疲れたところね、はい、さあもしこのまま判定になっても回転5秒から、さあ堀内が頑張り完成します。いい攻撃、ホズミ見ている、右入った、ホズミのボディもいいですね今、はい、堀内の右のフックが顔面を捉えました。ホズミはボディを打っていました。もうこのラウンドも両者お互い倒す気で打ち合ってますね、うん、はい、そうですね、もう力込めて打ってますね、はい、考えていないような戦いぶり、はい、さあお互いに顔面のパンチを入れる、うん、アッパーから左を持っていきました。ホズミ、ホズミ右フック、うん、いいですね今のね、ホズミ、はい、堀内じゃなくてその堀内右フックですね、はい、いい感じです。さあ逆に堀内左、右ストレート、左から、さあお互いにいいパンチを繰り出す最終ラウンド、まさにタイトルマッチにふさわしい試合です。堀内もね疲れてるんですけどね、食いしばってね頑張ってますね、見応えのある、ね、試合ですよね、一方チャンピオンの堀内も今までにない素晴らしい動き、左フック顔面を捉えた、右のボディ堀内が左を持っていきました。顔面です、もう穂積も本当疲れてスタミナ切れてるんですけども、はい、この精神力でこの手数はね、うん、出してますよね、はい、前回の試合もそうでしたけども、はい、変わってますね、進化してますね、はい、この辺は大きい成長だと思いますね、はい、さあ残り1分になります。 KO か判定かどうなるんでしょうか。右フック、また右フック、チャンピオン穂積です。右ちょっと堀内手が止まっている、狙っているのか、ガードはしっかりしています。右フックです。穂積一発狙っている感じだ、左、いやもう堀内もね、はい、もう倒したくのパンチはないですから、そうですか、あとその顔面を捉えました、まだ右左、いや強く発まだありました、はい、まだ残っていました、はい、強いパンチ、おっとっと、さあ左これは空を切りました。残り時間が25秒を切ります。あっと右が空を切っていたり、ホズミの手を出す、まだ手を出す、お互いに打ち合う、すごい打ち合いですね、素晴らしいね、どつき合いです、本当どつき合いですよ、まさに素晴らしいどつき合い、ミドル級でこれだけの打ち合いですからね、すごい試合ですね、はい、左です、ホズミ痛いはありません、左右、さあ堀内は大振り、ここで試合終了、
ました。まさに素晴らしい戦いでした。チャレンジャーの堀内は最後両手を挙げました。自分の戦いに満足した感じ。一方の穂積も素晴らしい戦いぶりを見せました。判定はどうなるんでしょうか。両者持ってる力ね、十二分にも発揮してくれたんですよね、はい。内容のある素晴らしい試合だったですよね。本当に判定を待ちましょう。勝者赤コーナー穂積、コールは穂積です。初防衛成功。素晴らしい試合での初防衛でした。しかし挑戦者も立派な戦いしましたね、採点票が来ましたら皆様にお伝えしようと思いますが、ちょっと荒れてますね。堀内サイドから不満の声が上がっております。穂積としてはちょっと挑発してはいけませんが、まあこのね、選手には責任ないですけどね。そうですね、いや本当に素晴らしい試合だっただけに、まあ、ファンのエキサイトも分かるんですが、素直に判定を受け入れてもらいたいと思いますね。ちょっと見事なことをしてもらいたいですね、はい。ここはチャンピオンとして大人になってもらいたい穂積です。まあ堀内としても、でも最後ガッツポーズしました。満足の内容のある結果だったんじゃないんですか。ね、堀内も穂積も満足ある試合だと思いますよ、はい。さあチャンピオンの穂積にはチャンピオンベルト、そして認定証が渡されようというところですが、採点表が手元に来ました。3対0です。3対0で穂積です。99対94 97対95 98対97、1人は1ポイントでしたが、やはり前半完全に穂積のペースでした。まあそうですよね、それを守り切ったということですよね、まあそれしても古市のね、もう投手むき出しのあの根性ですね、見習わなきゃいけないですよね、本当に、まあ今日は穂積がこのベテランの戦術にハマってしまったっていう感じの試合ですよね。穂積、は勝ったんですけども、そういう部分はありましたかね。さあ穂積は初防衛成功ですが、本人も言っておりました、まだまだ上を目指しています。この上にもつながるような試合だったと思います。見事な勝利でした。まあね、堀内選手にはありがとうね、いい試合ありがとうございました。素直にお礼言いたいです。やはり堀内選手との試合は非常に素晴らしいものだったと、はい、思ったよりすごい苦戦して、俺が堀内選手のことデータをやっぱ舐めてて、まあでもそれを全然覆すようなファイティングスピリットでこんな、まあ、判定になっちゃったんですけども、まあ、僕の応援してくれる人はね、みんなね、すごいいい人なんで、これからも応援お願いします。さあ、日本タイトルマッチを防衛しました。次は目指すは世界ですか。いや、まだこんなあれじゃないですけど、さあ、インタビューは続いておりますが、1年生頑張って穂積も認めるぐらいチャレンジャーはすごかったという部分がありました。そうですね、まあ、それだけですね、穂積にとってはですね、まあ、最強 の挑戦者で、まあ、勝ったことは嬉しいと思いますよ。そうですね、大橋さん、はい、上に向けて穂積どうでしょう。そうですね、今日はまあちょっと若干相手の戦術にハマってスタミナ切れましたけれども、でも疲れても最終回あれだけ手出して打ち合いましたからね、はい、これはあの成長する証だと思いますの です、ね、これからもっとね精進してあの上を目指してもらいたいですね。進化しているチャンピオン穂積を今日は見せつけてくれました。